はい、どうもポルックでございます。それでは今回もドラゴンクエスト10目覚めし5つの種族やっていきましょう。今回こそは後付け実況しなくていいようにしっかり確認済みですので、もう大丈夫だと思いますね。今こうやって喋っているのが無駄にならないように祈っております。はい、なんかめっちゃ人おるな。なんかこうめっちゃ人おるやん。こんにちはって言われたからこんにちはって言おう。こんにちは。めっちゃいろんな人おるね。話の流れ的にはこれから、エドウィンじゃなくて、何やったっけ？そう、賢者の隠れ家。賢者、何やったかな？エドウィンじゃなくて、エドウィンはね、服のメーカーなんですよね。まあ、そこに行くんで、エイドス、そう、思い出した。エイドスのところに行くんです。はい。あいつ誰だっけ？あれ？やばい。ティルツキンや、ティルツキン。ちょ、キャラの名前がね、全然出てこなくなってしまってますけど、ティルツキンが実はクソ野郎で、金と、ルーラストーンを奪いやがってたよっていうことをね、そういう記憶が見えましたっていうことを伝えに行きます。さあ、来ました。エイドスの家です。まあ、賢者の隠れ家ね。さあ、ここからどう話が展開していくのか気になるところでございます。はい。うわっ、え、おるやん、ティルツキンが。汚れの谷へ迷い込む旅人がいないか、もしもの時は助けてやれということを命じたのじゃと。はい、怒られてますね。ごめんなさいってば。全然これ反省してない時の謝り方やん。子供の謝り方ですね。だから、ごめんなさい、っていうこの謝り方やん。大人でその謝り方するか。ルーラストーンがそれだけではあるまい、金を使い込んだ。やりやがったな、こいつ。さすがは賢者様じゃないわ。はい。いや、知ってんねん。そこまで見通してたんやったら、そう教えてくれたらよかったのに。てか、プディンもいますね。ポルさんじゃねえよ。ポルさんじゃねえのよ。はい。返してくれるらしいですね、ルーラストーンは。金は使われたんで、もうどうしようもないですけどね。あ、プディンに返すんや。まあ、そらそうか。プディンのはもらいまーすなんて、そんなね。そんなわけにはいかない。はい。汚れの大丈夫。白き光が、そうそうそう。なんかね、空から光が降ってきたんですよね。もう全世界が見てたはずですからね。全世界の空がパーって明るくなってたような、そんな感じでしたからね。クルーはなかったようじゃ。ポルが何か何者かであるということをね、見抜いているわけですね。レンダーシア、白い光はレンダーシアより放たれし者、伝説の勇士が覚醒した証らしいですね。はい。宿命がある。死すべき運命より逃れたのだ。はい、何でしょう。ああ、そうそうですよ。分かっているというかね、まあ、うん、まあ知ってるというか。なんだ、ラーの鏡。あ、ほんまのポルの顔が出てきましたね。まだ詳しいことは分からぬが、あちこちで起きておる。へえ、いろんな勇者たちがいるということですね。全世界に。まあ、それは多分、だから、オンラインの別のプレイヤーの話だと思うんですけども。ああ、オンラインの別のプレイヤーもちゃんとゲーム内の登場人物として成立させてくれるわけですね。なるほど、なるほど。はい。汚れの大蛇に、あのポルさんは、だから今のポルさんじゃなくて、昔のポルさんね。今のポルさんは別人ということなんですよ。なんやこいつ、ニコニコすな。めちゃめちゃ嫌なやつに見えてきたわ、あいつ。初め何も思わんかったのに。はい。背負っていた夢を叶えてやってくれ。夢って何でしょう。あー、ちょっと一緒に旅したいわ、エイロスと。鉄道パス？全然反省しへんやん、こいつ。
お、初めて目が見えた。エイドスの目が。これ何？大陸間鉄道パス？移動がめっちゃ楽になるってことですかね。まあまあそりゃそうでしょうね、鉄道やから。残念があるな、そんなことをね。徒歩法じゃないのよ。このアホのこと許してやってくれ。まあしゃあない、もう二度と関わりたくないけどね。わしはこれから旅に。身代わりを置いていくことにしよう。なんだ？え？動いてるよ。ただの人形かと思ったけど。動いてる動いてる。生きてるよ、身代わり。予言をしてやろう。何故自分が生き返ったかの知るだろう。いつの大陸を旅してみるといい。心のまま歩め。結構もうどこに行ってもいい感じなんですかね。一本道シナリオではない感じなんかな。はい、いつの日か再び我ら巡り合うだろうということで、どっかでまた会うんですかね。うん。行っちゃいましたね。なんやねん。分かってない。話すら分かってないんかい。オルフェアの街。真面目に、ほんまに真面目か、こいつ。真面目って言いながら全然真面目も分かってなさそうだけどね。あ、プディンは送っていってくれるらしいですね。はい、いってらっしゃい。あ、これがポルの夢だったんですね。レンダーシアに渡って、最高の面白演技を極めるんだ。旅芸人としてね。はい。で、その夢も叶えたいけど、今回、地面に突き刺さってるわ。はい。ということで、まあ、どこでも良さそうですね、行く場所は。この賢者エイドスの身代わりは話しかけれんのかな？留守番エンドス4号です。4号なんや。1号ではないんや。はい。入れんのかな？ってことは。あ、まだ行かれへんか。行かない方が良さそうだと。行ってみたいけどね。でもどうせ敵が強すぎるんやろな。もっと話が進んでからの話なんでしょう。あの向こうに行けるのは。じゃあどこ行ってみようかしらね。とりあえず近くから回っていくか。はい。ちょっと朝焼けみたいになってきていい感じですね。うわ、月でか。地図を見たい。ポポラパの洞窟とか、ペシューヤ地下空洞とかね、この辺がね、いろいろあるんですよ、なんか。で、オルフェア地方っていう方にも行けるし。どっから何をしていこうかな。ちょっと結構何でも良さそうなんで、やることは。うん。どうしよっかな。一番スッといけそうなのはポポラパの洞窟やな。でもなんか目的もなく洞窟探検するのもね、よくわかんないんで、とりあえずなんか別の町に行きたいかな。うん。一旦ちょっとオルフェア地方っていう方に行ってみるか。うん、なんか洞窟、いきなり洞窟行ってもっていう気がするんで。はい、こんな感じで。お、なんか見たことない敵がいるよ。蝶々みたいな。こいつなんだ？フェアリードラゴン。ああ、いい感じの敵やね、なんか。綺麗でかっこよくて。あ、ボート見てる場合じゃないわ。攻撃せな。さあ、コンで攻撃してみてみるけど。うん、どうでしょう、これ。火の玉？やめて。なんかこういうね、特殊な攻撃はね、発生までに結構時間がかかったりするんですよね。普通の攻撃はスッと出るけど、技によってもちろん威力も違うし、発生までの時間もちょっとちゃうかったりするんですね。多分重い技はスッとは出ないんですね。よしよし。いろいろ試してみよう。天秤棒があんな感じでしょ。で、あと何がある？あ、これいらんねえ。羽扇の方が攻撃力高い。装備。これで盾ガード率も上がるし。
やっぱね、芸人、旅芸人やったらね、扇が似合うんですよね、単純に。ちょっと回復したいね、回復。うん。で、まあ芸人やから、大喜利ができなあかんから、扇持ってる方がいいかな、みたいな。はい、しょうもない。結構、体力を削られるな。なんか向こうの方にアローインプみたいなのおったよ。ほらほら。アローインプ。ちょっと、複数の敵が出てきてほしいな。今、一体ずつとしか戦ってないから。コンって、どうなん？単体攻撃なんかな？ブーメランは複数攻撃できるやん。コンってどうなの？なんか複数できそうな感じがするんですよ。攻撃力もちょっと、扇より低めやし。まあ、扇は別に普通に単体攻撃。雨降ってきたし、なんか。いろいろやってみよう。はい。複数出てこんな。アローインプちゃうわ。リリパッドやわ。で、これ戦闘中に装備を変えたりはできないんですね。今作はね。あ、身かわせるんや。しかも、これリリパッドの攻撃やったら。この矢の先にいなければ、攻撃が当たらないという。お、めっちゃいいやん、リリパッド。あ、しかもなんか、何この、綺麗な宝箱。絹のサンダルプラス2。でも装備できないなんですけど。なんか、嬉しいのかなんかわからんわ。さあさあさあ、捨ててこパンツもいるし。ちょっと体力回復してから戦おう。ほい。捨ててこくん。びっくりサタンやったわ。ごめん。全然、敵の名前ちゃんと覚えてない。一体ずつしか出てこへんの。あぶね。これ誘う踊りこの辺におったら効かへんとか、そういうことなんじゃない？この踊りの範囲内にいなくて、で、範囲から出てきてから攻撃。全然、あれやね、防御力が高いね。やだやだやだ。遠く離れて、あ、効くやん。あんま関係ないんか。もっと離れたらどうなん？いや、全然やばい。体力が、名前の色が変わらん。キャド唱えるか。いやー、怒りだした。めっちゃ強い。めっちゃ強いやん。14点。ダメージ量めっちゃ上がってる。やばいやばい。くんなくんな。でも、次のヒャドで倒せると信じてる。オッケー。やべえ、強いな。ちょっと敵だいぶ強なったね。さあ、強敵ボーナスっていうのが入ってるんですよね。結構ね。満タン。あ、新しい呪文覚えた。何覚えたの？確認。し損ねましたね。あと、MP がないので、回復したいけど、あれない？あるやん、魔法の小瓶。そういえば買いましたね。店で買いましたわ、前回。よしよし。ふぅ。レベル上げていかなあかんね。なので、戦闘は積極的にしていきましょう。やっぱこいつがいいな、リリパッドが。あれですね、別に立ち位置のせいじゃなくて、ただ単にポルが攻撃をかわしたというだけですね。あの普通のコマンドバトルでも起こる現象が起きてただけでした。全然弓の先に矢の方向じゃない場所に移動したからといって攻撃が当たらないと、そういうわけではなかった。さあ、なんかなんだかんだ歩いてきたら、まあまあ、一応ちゃんとオルフェア地方の方には歩いてきてるんですけど、ポポラパの洞窟のとこまで来ました。あ、ポポラパの洞窟って書いてるだけか。一回入ってみていい？長かったら、すぐ引き返すし。どうでしょう。そんなに大したことなかったら、奥まで行ってみてもいいかな。うわ、でもどうやろ、微妙。これ、板何があんのかな？行ってみたい気もする。けど、ちょっと待ってよ。魔法の小瓶がね、あと2個しかないでしょ？戦闘ですぐ MP 使ってしまうので、てか MP 使わんとね、やってられない感じではあるので、あー、踊る宝石とかいますね。どうなんやろ？とりあえず街に行って、体勢を整えるっていうのが、大事だったりせんかな？一旦戻ろう。
なんかここ来るのはまだ早い気がする。さてさて、オルフェア地方東の方に行ってみようかな。お、全然違う雰囲気が。何？なんか急に綺麗綺麗ね。あ？って言ったらなんか曇り始めた。めっちゃ綺麗な青空やったのに。はい、オルフェアの街っていうのがすぐそこにあるのかな？ん？あ、結構遠いな。まだ結構遠い。で、また洞窟がいっぱいある。なんなんやこの洞窟の数々。何？え？平和な音楽が流れ始めた。あ、もうなんか武器防具とか売ってる。これ何この天秤。取引商ラポラ。あ、これできないやつか。預かり所。うん。はい。レベル10以上。レベルがなんか関係あんのかな？ほ？バブルスライムが落とすきらめきインクを持ってください。それを入手しないと預かり所が使えないとか？いうこと？え？なんでクエスト受けたん？はい。ああ、そうっぽいな。きらめきインクを渡さないと預かり所使えないみたいですね。なんじゃそれ。さあ、なんかいろんな人がいますね。この辺は多分オンラインの人でしょう。マジでいろいろおるわ。あ、急に、あれになった。フィールドの音楽になった。なんか綺麗に整列してますね、みんな。え、これオンラインの人やんな。話しかけるとかできん。何してんねんのみんなこれ。お笑いが大好き。いいね。うん、俺も大好き。あ、面白い人だよ僕。いやいやいや、あー、でもここにはいないってことか。ここにはいるんですけどね。ここにはね。でもこの辺りにはプクレットの村より全然そういう笑いに情熱をかけてる人がいないらしい。道具屋ポロペン。いちいち道具屋とかさ、店の名前、店の人に名前がついてるのすごない？無限に名前を考えないといけないですよ、これはね。マジで金たまらんな。327ゴールドしかない。ただ魔法の小瓶ね、やっぱ必要なんですよね、割と。まあこれはリレミットがあるからいいけど、やっぱ魔法の小瓶よこれ。いっぱいいるよ結構。でもこれ買いすぎたら武器防具が買えなくなりそうやしな。さっき武器防具とか見るか。あ、さっき宿屋やな。はい、休みます。なんか宿屋に並んでる人もおったな。あれなんなんやろ。これ何してんのやろみんな。うわ、なになになに、なんなんだこれ。わからないことだらけだよ。ちょっとオンライン的な。てかね、ドラゴンクエスト10ね、要素が多すぎてね、ついていけないマジで。もうなんかもう知らないことは知らないまま進んでいかないといけないですねこれね。さあ、なんかいいのないかな。ウロコの、ウロコシリーズ。まあ、ヌスッとシリーズ。絹系はなんか装備できないらしい。これなんか職業によってかな、装備できたりできへんかったりすんの。さあ、どっちの方がいいかな。まあ、どっちでもいいか。見た目的にどっちがしたいか。ウロコ系にしたいか、ヌスッと系にしたいか。まあ、ウロコ系は結構普通なんで、ヌスッとになるか。収力上げていこう。はい、オッケー。さあ、ヌスッとになりました。かわいいね。ヌスッと系。ヌスッと系の装備。なんか普通にかわいい。はい。武器は？武器と盾の店。なんかいいのないかな。物欲しい。これ強くないよね、全然。カシノブーメラン。って、今持ってる、あ、でもブロンズブーメランの方が強いね。あ、全然、今持ってる武器より強いのはないわ。ないです。プクレットに売ってる武器とほぼ変わらないですね。
はい、じゃあ行きましょうか。まあ回復もしたし、やるやで進んでいくか。はい、何だったんでしょうここは。なんかね、いいね、なんか変な木がいっぱい立ってるよ。木が立ってるってあまりなんか木が生えてる。何あの木、なんか可愛いけど気持ち悪い。さあ、あ、おむつっこりの色違い、もう色違い出てきたよ。どんぐりベビー、こんな序盤でね、あんまり色違いがそんな出てこうへんもんやと思うんですけどね、中盤ぐらいになってきたらようやく色違いが出てくるようなイメージではあるんですけど。さあ、ただもう敵が割とね、ほんまに強いんで、強、まあ、もうほんまに強いってめちゃくちゃ強いわけじゃないけど、結構苦戦するレベルにはなってきてるんで、ちゃんと経験値は貯めていきたい。さあ、どんな攻撃をしてくるんでしょうか。まだ全然攻撃をしてこないんですけど、さあ来ました。あー、やっぱテンション上がるとね、一撃がでかいからね。そろそろ、まだ一発が重いな。なんか一角ウサギの違う色のやつ、こいつ何やったっけ、アミラージみたいなやつ、アルミラージ。惜しいね、ほぼ正解やった。あの唾液に含まれてる消化酵素みたいな言い方をしてしまいましたけど、アルミラージね。はい、ちょっとやばい、体力がやばい、回復せな。おお、こんな感じでね、結構きついんですよね。やばいやばい、あ、ナイスナイス、攻撃見せてくれたのはありがたい。やっぱもう呪文シャドウを唱えていかんと。さあ、怒り始めました。怒った上にテンション溜まってるよ。さっさと倒したい、さっさと倒したい、倒してくれ。ああ、よかった、攻撃食らわんで済んだ。お、いいね、魔法の小瓶ありがたいんよね、マジでマジでありがたい。結局あの道具屋で魔法の小瓶全然買ってないやん俺。さあ、なんか縦看板があるので読んでみましょうか。オルフェアの町、プーラのホラー穴とか、まあいろんな方にいろんな方に行けますけど、町行こうぜとりあえず。敵が結構強くてね、厄介やわ。こいつグレムリン、うわ、群れで出てきた。普通にグレムリンなのかな。あ、普通にグレムリンやわ。どこにも行ったよ。あ、なんかめっちゃ遠くにおる。何この変な配置。グレムリンね、エテーネの周りには出てきたんですけど、あー、プクリポになってからは出会ってなかったんで、なんか同じ敵なのに新鮮な気持ちで戦えますね。うん、アルミラージがめっちゃ遠い、力を貯めてる、遠くで。うわ、寄ってきた寄ってきた。会心出したけど、いや、寝た、やばいやばい、寝たらやばいって、マジこれ、どうレバーガチャとかでどうにかならん。やばいやばいって、死ぬって死ぬって死ぬって、ほら普通に死ぬよねこれ。まあ、世界中の歯使います、さすがに。いや、普通に死ぬな、やっぱ眠りとかにさせられたらね、きついな。ちょっともう魔法の小瓶もなくなってくるんで、さっさとオルフェアの町に着きたいとこですね。いや、なんか仲間が欲しい、仲間。一人だときつい結構。うわ、トロルとかおるやん、無理やろ。え、絶対この現状、今この状態でトロル戦ったら即死するよね多分。オルフェアの町に早く行きたいよ。いや、それやばいって。いや、やばいな、グレムリン1匹でめちゃくちゃ時間使うよ。時間もやけど、え、薬草あるやろ。時間もやけど、体力と MP の消費がやばい。 MP も1しか残ってないし、
で多分もう魔法の小瓶なくなったんで、もう敵に当たらないように行くしかないわ。大丈夫かな。まあもう敵にぶつかったとしてももう逃げて逃げてで行きましょう。どんどん進むくんでいこう。なんか見えてきたね。んで向こうに街っぽいの、いい感じいい感じ。さあ石書みたいなのがあります。めっちゃ立派。何この螺旋の、螺旋のこの建造物みたいなやつ、めっちゃかっこいいやん。うわびっくりした、スライムナイトもおる。でも今ちょっと敵と戦うの怖いので避けていきますね。はい、このなんか関所みたいなところを通り抜けるとどんな景色が待っているのか。あんまり変わらない気もしますけどね。どうせそんな変わらんねやろっていう気もするんですけど、はい、あやはりなんか広大な緑が広がっているのみという感じで、まあ、なんかでもなんかあれ、何あの木の柵みたいなのがやたらと立っていますね。うん、だから何という気もしますが、結構遠いんだマジでオルフェアの街で。まあとちょっとやから、割と頑張って歩いてきたから。なんかピキンとかやってきたよ。マジ敵と戦いたくない今は。あーこっち行っちゃいかんのね。柵の向こうに行かない、道なりに行きましょうということで。いやー勝てるわけない。うわやばいって、不意つかれたらやばいって。逃げたい逃げたい逃げたいよ。この光ってるラインを通り越せば逃げれるはずやから。オッケーオッケーオッケー。逃げないとまずいんですよ。で不意をつかれるっていうこともあるから、ちょっとちゃんと体力は満タンにしとこう。死なないようにね、世界中の歯を無駄遣いしないようにしたいので。さあもう素材とかも取ってたら急に敵がぶつかってくる可能性もあるから。お、なんか汽車走ってる、あれみたい。ナインのなんか天の箱舟やったっけな。空飛ぶ汽車ありましたよね。あれ思い出すわ、あの金ピカの汽車は。それ狙ってそうしてんのかな。オルフェアの街なんかやたら金ピカやね。スライムベスおる。スライムベスぐらいなら倒せんちゃうの。そんな強くないんじゃないですか。どう？ほら余裕やん。急に弱い敵出てきた。ありがたいね、いっぱい倒すか。あでも全然経験値が大したことない。なんでこんなとこにスライムベースおんねやろ。オルフェアの街のイメージカラーに近いからかな。うん、まああんま倒してもしゃあないんで行きますか。さあなんか馬車がいますね。行商人クバン。いやほう、うん、いや特にないですね今は。あこっからプクレットの村にピュッと行ったりできんねや。ピーピのお宿、ピーピのお宿なんて知らない。とりあえず今は乗りません。はい、なんか間延びした喋り方やのこいつ。さあ縦看板はオルフェアの街。オッケー、よし着いたぞオルフェアの街。めっちゃ遠かった。立派な街だね。初めての街に着きました。全滅時の復活場所を変更しておくと安心です。なるほどね、まあしておきますか。うん、はい。まあその場で復活っていう。何は？なんて？なんちゃらだし、しばらくなんちゃらもしてないな。次は港のある町に決めた。ってなんだ？誰の声？あいた！誰？考え事をしながら飛んではいけないね。君は大丈夫かい？ここどこですか？なんか変な妖精が現れました。大丈夫だよって、うなずいてます。満面の笑みで。サンビタリア。妖精？熟練の冒険者でもあるの？いや、それもここがどこだかもわからないしね。なんかあれですね、サンディを思い出すわ。こんな妖精みたいな。で、なんか白ギャルですね、今回は。サンディは黒ギャルでしたけども。夢と現実の境界？なんで急にめまいに襲われたんや。歩きすぎたんかな？ちょっと長距離。はい。
思考を巡らせるためにこの空間を利用するんだって。え、ランチ何を食べようかとかそんなことでこの空間利用するんですか。もったいない使い方。なんかそんなやばい場所使わん方がいいよ。そのぐらいの考え事やったら夢と現実の狭間なんて、なんか変な空間に迷い込みそうなんでね。はい、名前はポルって言うんですよ。ポルだよ。はい、見た目にそぐわない喋り方をするな。なんかもっとチャラい喋り方しそうやのに。ポル君、よし、ポル君、ここであったのも冷静の、間違えた、ごめん、読み普通に読み間違えた妖精の女王様のお導き、共に私の使命を果たしてほしいんだ。なんかね、こういう感じの喋り方よね、多分ね。つながりを生む、人と人との触れ合いこそがハッピー、なんかオンラインゲームっぽいですね。会話をすること、笑うとか助け合うとか。はい、準備、何、キラキラをまぶされてる。何してくれたんですか。えーい、なんだ、出会いの魔法。選んだ人の名前が黄色に見えるはずさ。あ、そう、黄色い名前の人を見つけて話しかければ、そんだけ。一人に話しかけるために小さなメダルを1枚あげよう。結構くれるね。いや、それは嬉しいですね。嬉しくないし、嬉しくねえし、うん、全然嬉しくねえ。さあ、やたらと黄色いな、なんか黄色い本、イエローダイアリー、大事なもの手に入れた。話しかけた人の名前が記録されていくよみたいなことだったりするかな。どうでしょう、書いたものがリンクされちゃう不思議機能付き、便利。アストリティの住人を書くと、ほう、記載される。あー、なるほどね。選んだ人の名前が僕にも分かるようになるということですね。港町レンドアの船着き場。いや、でも何、急に現れて急に去っていって、なんだこら、急展開ですわ。特定の人のたちの名前が黄色になりましたとか言ってね、そのメッセージがまず黄色になってるから、黄色になりすぎてるよ。全文字が黄色になってるとかやめてよ。さあ、早速いるよ、黄色の名前の人。ヒヒッポフ。あ、何、謎の声、サンビタリアの声でしょ。うん、いや、めんどくさいな、話しかけるたびにこんなことになるの。うわー、ルーラストーン手に入れた。めっちゃいいもんくれるやん。はい、話をしっかり聞くといいぜ。はい、大陸間鉄道パスを持って紹介人の頼みを聞けば、サポート仲間を紹介してもらいますよ。欲しいんだ、仲間が、仲間が欲しい。ここから北へ。にゃーんって猫鳴いてたけど、旅人バザーなんでね、なんでね、なんかいろんな人おるな、近くに。うん、レベル15以上で様々なサービスを提供してもらえるんやな。うん、はいはい。レベル何ばっけ、俺13か。まだちょっとそのサービスを受け取れませんね。なんだこのでかい、でかい楽器があるよ、管楽器が。てかこの街なんなんやろ。てか街に入ってから BGM 流れるまでに時間がかかるのマジ怖いからやめてほしいわ。すぐ流してほしい。なんかオーケストラ音源やから時間がかかるんか知らんけど。さあ、なんだこの背中に宝石の生えた人は。うん、何？バトルトリニティ？何？目覚めし5つの種族をクリアしているという条件が必要な。むちゃくちゃな条件や。無理無理無理。とりあえず回復しよう。はい。宿屋。はい、休みます。ふかふかの布団。ありがたいね。ふかふかっていう言葉が聞こえるともうにっこりしてしまいますね。はい。稲庭。人間の名字みたい。そういう名前の人おるですよ、絶対。どっかに。何これ？世界中の魔性？章って読むかな？こんな感じ初めて見た。
魔性の出現する場所に魔物が集まるのか、魔物が魔性を呼び寄せているのか研究してるらしい。だからなんだって話ですね。本棚の中に入ってる本のバリエーションがすごいね。こんな黒い本ばかりじゃなかったもんね。なんかカラフルな本が置いてある時があったり、黒い時があったり。あ、なんかレシピ覚えた。家事すら覚えてないのにレシピ覚えてるよ。はい、こっちもあるね。こっちもレシピかな。フォスティルの奇跡。フォスティルって何やったっけ。フォステイルやし、読み方すら間違えてるし。うん、病気の女の子が現れた。フォスティールがあれ、微笑みかけた途端、病気が治ってしまったのです。君の笑顔が見れただけで十分さ。何者やねん、こいつ。ブラックジャックよりすごいやん。はい、案内係ってこの人なんないの。旅のコン、あ、さあ、急に音楽が流れ始めました。うん、レベル15以上にならなかんねやろ。でも、毎週金曜日にゴールドやチケットが支給される？何それ。経験値がたくさん稼げる便利なアイテムと交換できる。遊んでいない時間を。はい。まあ、でも、レベル15、あと2上げないと、そのサービスは受けられないみたいなんで。何しにこの町に来たんやろ。いや、とりあえず町に行ってみよういうことで来たんですね。武器とかなんか、防具とかいいのないかな。いかついな、なんか。荒くれ。よく見るけどさ、ドラクエでは。ドラクエではよく登場する荒くれですけども、天の荒くれ、やたら怖ない？ヤクザ感が異常に漂ってるんですけど。めっちゃ怖い。いいのない？いいのないか。いや、でもほら、めっちゃ武器級に高いやん。あ、やっぱ強いのあるよ。ここ強いのある。でも、金がめちゃくちゃ必要。鳥の扇。あ、しかもレベル21以上じゃないと装備できへんし。レベルが足りない。レベル上げな何もできへんやん。金もないしやな。もう全部レベルが足りん。レベルが足りません。金もやけど。ダメだ。レベル上げなあかんわ、まず。さあ、黄色の名前の人おるわ。なんかガクガクし始めたわ。はい。はいはい。小さなメダルね。どこで小さなメダルを、景品に交換してくれるのか。そのメダル王みたいなやつの存在もまだ知らないしね。どこにおるのか。でもひたすら小さなメダルを集めていっていますね。さあ、交換屋メリーポコ。アイテム交換屋？なんか交換できる？青い文字のものは交換できません。1回しか。プレゼントチケットっていうのがないと、交換できないわけね。花ちゃん、おしゃれ花。何花ちゃんって。メタキンチケットって、戦闘中使うとメタルキングが出現するチケット。めっちゃいいやん。像とか何これ、家具。あ、何部屋を作る遊びもできるんか、このゲーム。いや、マジでね。知らないし。まだそんなん。もうだから、ものだけがどんどん溢れていって。いや、想像以上にできること多いな、このゲーム、多分。あ、ビッグフロー見たよ。あ、ごめん。全然レベル足りません。ごめんなさい。そんな目の前でね、率直に言われても、レベル28以上のものが欲しいんじゃがな、つって。門前払いもいいとこですよ。門くぐってますけどね、家の門はくぐったんですけど。はぁ、レベルが足りんのやなぁ。とにかくレベルを上げないとしゃあないですね。道具は買っとくか。魔法の小瓶がないとね、マジで、大変中の大変なんで。もう魔法の小瓶買ったらもう金なくなるっちゅうねんな。やばくないこれ。レベルが足りんすぎるわ。レベルを上げていかんと。マジでもうとにかくレベル上げやわ。今やらなあかんこと。こんな街を散策することよりも何よりも。はい。なんか街のさ、行くべき場所とかないの？サーカステントとか。サーカスとか、でもめっちゃ夜やしな、今。ケーキ屋？あ、サーカスの入り口後ろにあるんか。
やってんのかな。まあでもサーカスは普通夜にやってるよね。でもなんか雰囲気的にそんなサーカスやってる夜というよりは深夜に見えるんですけど、なんやねん、サーカスも見れへんのかい、何もできへんこの街武器防具も買えへんし、サーカスも見られへんし。ということで、今回ここまでにしましょうかね。とりあえずレベルを上げてからいろいろ考えましょう。うん、何したらいいか分かりません。はい。ということで、終わります。ご視聴ありがとうございました。